今年1月の会議設置以来野田総理を中心に改革を進めてきた行政改革実行本部7月13日6回目となる会合が開かれました国家公務員の給与削減の実施そして独法改革国会改革の推進さらにはこの本部を中心に取り組んできた新規採用の抑制や本日ご報告があります 報道等の役職員の給与見直しなど着実に改革を前進をさせていると思います。一つ一つ着実に進む行政改革。今回の会合では総理が触れた独立行政法人などの法人の役職員の給与見直しについて現在の見直し状況が報告されました。7月1日までに。 役員の報酬についてはすべての独法と特殊法人ですでに見直し済み国立大学法人でも93%の法人が見直しを終えていますまた職員についても全体の86%の法人で取り組みが進んでおり合わせるとおよそ700億円の人件費が削減されることになります今後 まだ実施まで至っていない法人についても継続して取り組みを進めていきますこの一体改革とともにやり遂げなければならない重要課題が行政改革でございますどちらが先ということではなくまさに同時並行で包括的に取り組んでいきたいと考えております